てててててて。YouTube の皆さん、どうも、上白です。てなわけで、早速なんですけど、僕、そうめん一週間生活みたいな、一日に一回必ずそうめんを食べる、それを一週間続けて、何キロ痩せるのか、みたいな検証をやったんですけど、本当は、こっちをやりたかったんですよ。これ。はい！そう、皆さん大好き、お蕎麦ですね。もう日本人と言ったら、間違いなく蕎麦が好き。な方が多いんじゃないでしょうか。そう、僕的には蕎麦の方が絶対ヘルシーだと思って、そうめんを買っちゃったから先にそうめんをやりました。なんで今回は3食のうち1食は蕎麦だけっていうのを1週間続けてどれだけ痩せるのかっていうのをやっていきたいと思います。こっちがそうめんなんですけど、2つ比べてみてみますね。そうめんの1束あたりエネルギーが330kcal で、蕎麦は339kcal、脂質、そうめんが 1.1g、そばが 2.5g、糖質はそうめんが 70.2、そばが 60.6 っていう感じで、まあヘルシーさで言ったらそばの方があるのかなと思いきや、エネルギーで言う、エネルギーと脂質はそばの方が高いっていう感じですね。で、一食、この一束だけ、そんな感じで、一週間、やっていきたいと思います。はい、記念すべき第1回目、はじめまして、一週間よろしくお願いします。ということで、いただきます。うん、おいしい。僕そうめんよりもそばの方が今んとこ好きかな、どうかな、わかんないや。ごちそうさまでした。ってなわけで、記念すべき1回目のお蕎麦、いただきました。で、これから1週間、体重がどう変化するのか、見た目はこっから変わるのか、検証スタート。では、いざ最初の計測していきたいと思います。失礼しまーす。おー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 。てなわけで、今測ったら 60.50 だったんですけど、これが一体1週間でどれぐらい変化するのか、1日1食そばを食べ続けてどう変化するのか、やっていきたいと思いまーす。あ、行ってきまーす。はい。てなわけで、1週間そば生活2日目の夜でございます。これはなんとなく気分を上げるためにつけております。今さっきなんですけど、もうハイパーおいみたいなことが起こったんで、そばですね、いただきます。うん、もうなんかお腹ペコペコで楽しみで仕方なかったんですよね、そばが。蕎麦って他の麺より弾力があるじゃないですか。だからね、割と食べ応えがあるというか、まあ一束でも全然、ああ、もう満足だけど、みたいな、なりますね。うん。最後の一口、いただきます。うん。あ、美味しい。ごちそうさまでした。てなわけで、2日目終了。では3日目でお会いしましょう。てなわけで、皆さんどうも、上白です。
今日が3日目なんですけど、早速食べていきましょう。あのね、今めちゃくちゃお腹空いちゃってて、いや立ち食いそば屋さんってあるぐらいだからさ、やっぱそばって立って食べた方が美味しいんだよね。いただきます。うん、ちょっとカチカチ、うん、お腹空いた時に食べるそばめっちゃ美味しい。うめえ。あのそばって、まあ、茹でるじゃないですか。茹でるとなんかね、熱気みたいなのが部屋中に広がってめっちゃ熱い、やばい。うん、うまーい。ごちそうさまでした。てなわけで3日目が終了。まあこれで折り返しぐらいですか。今日は一番きついかもしんない。めちゃめちゃお腹空いてて、うん、大丈夫だ。入ってきまーす。4日目で会いましょう。はいはい、皆様、ということで4日目早速食べていきたい。で、ちょっともう見てもらったとは思うんですけど、今日のお昼に、まあお昼っていうか、撮影で、板チョコ ASMR みたいなのやったんですよ。普通に昼ご飯食べようと思ってたんですけど、その板チョコ食べまくったら、なんかね、内臓がバグって、もうなんかお腹いっぱい苦しいみたいな状態がずっと続いて、今もなんか若干気持ち悪いみたいになってるんですよね。うん。なんかでもそうやって内臓がちょっと負荷がかかってんなみたいな時にも、そばってほら優しいからさ、なんかいいバランス取ってくれてますよね。うん、まあこれ多分最初の頃に言っちゃったかもしんないんですけど、ちょっと定かではないんですけど、あの蕎麦って麺類の中じゃ結構食感があって、で、そうめんよりかやっぱ蕎麦の方がお腹の持ちがいいというか、こうね、あ、満たされてますって感じはしますね。どうでしょう、今4日目だっけ4日目なんですけど、見た目の変化パッと見は分かんないかな。あと3日ですね。あんまた明日。てなわけで、そば生活5日目、早速いただきましょう。今お風呂に入ったばっかでめちゃくちゃ暑い。ああ、でもこの暑い日にそば、めんつゆさささっつけていただきます。うん、うまー。お風呂上がりのお茶が一番美味しいよね。で、今日なんですけど、僕スーパーにしかお外出てなくて、で、さっき歩数計見たらまだ1000歩も行ってない感じ。運動とかも全然してないんですけど、まあ、蕎麦を1週間1日1回食べたら痩せるんだわ。うん、ごちそうさまでした。あと2日よろしくお願いします。また会いましょう。
このまませっかくなんで食べていきたいと思います。やっぱ立ち食いそば屋さんがあるぐらいだからさ、日本の風習みたいなもんですよね、立って食べるのが。なんかそうじゃないと逆にそばに申し訳ないなみたいな、そういう気持ちになってきましたね最近は。いただきます。うん、早すぎた。うん、おいしい。うん、はい、てなわけでごちそうさまでした。明日がいよいよ最終日、さあお楽しみに。YouTube の皆さん、てなわけでそば生活最終日7日目やってきましたね。で、初日とはちょっと服装が違うんですけど、洗濯し忘れってことで早速そばを食べていきたいと思います。計測が楽しみだね。てなわけでそば茹でていきたいと思うんですけど、これがもう人生最後のそば茹でだと思って、いってらっしゃいませ。3分待ちます。暑いっす。はい、ってなわけで帰宅しました。今回は特別にこのなんかぶっかけうどんじゃなくてそばみたいな感じにしちゃいました。今回はもうそのまま食べちゃうぜって感じで、ではいただきます。染みますね、最後のそば。うん、ラスト一すすりです。1週間一緒に歩んできたそば、ありがとう。いただきます。うん、計測します。そば生活1週間を終えて、体重 60.50 から何キロになっているのか測らせていただきます。失礼します。お疲れ様でした。てなわけで今測ったのが59キロでしたね。59キロなんで 60.50 からスタートしたから 1.5 キロ減量に成功しました。これ1週間でこれなんで、もっと2週間とか3週間とかやったらもっと違う結果になると思うし、で僕全然運動とかほぼなし、あのお風呂上がりにちょっとストレッチするかなぐらいで、全然ウォーキングとかもしないでこれなんで、まあでも正直物足りなさみたいのはやっぱりありますし、お仕事終わりとかでめっちゃお腹空いたって時にも、そば一束だけかっていうのはちょっと寂しさもあるんですけど、でもまあ1週間とかだったらね全然続けられるし、てなわけで皆さんよかったらそばダイエットやってみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よかったら他の動画ぜひ見てください。チャンネル登録と評価もよろしくお願いします。ではまた。